バルトミュラーが恋文1849年恋文とは愛を告白する手紙のこと。ラブレターとも呼ばれ、この語が最も現代の日本では一般的である。他に不文、演書、縁文の語もあるが、これらの三つの語彙は現代の日本では一般的ではない。相手に対する愛を面と向かって直接相手に言えない場合、 文章を綴って、相手に手紙を渡して、愛情を表現する。恋文を送ることによって、相手が自分の愛情に気づくこともある。直接手渡しするほか、郵便で送る、人捨てに渡すなどもある。また相手の机の引き出しや、ロッカー等に入れておくこともある。恋愛をテーマにした文学では、恋文が出てくる話も多い。水野都方筆、十六河川より、 化粧文元六頃夫人化粧文売りを描いた、西系古くは、化粧文といい、相手に対する恋心を赤に読んで、紙にしたため、それに関連する草木を添えて、人づてに渡し合った。ここから派生した文化として、化粧文売りが存在し、国宝紙杉本落中落外図屏風にも描かれている。化粧文売りとは、軽のとで赤い着物に身を包み、 古来は立枝帽子を後には網傘をかぶり、顔を白い布で覆った姿で、正月初めに傑送文を梅の小枝に刺して売り歩いた行商人である。この傑送文は厳密には恋文に似せて縁起を祝う文を書いたお札で、このお札を買うと良縁が得られるとされた。大筆恋文というのも文化的にはあり、例として、 こうモロナオが美人と評判の塩田に高貞の妻の話を聞き、夢中になってあらゆる手を用いて、口説こうとするも、なびかなかったため、吉田健康に恋文の代筆を依頼する。文は送られたが、高貞の妻は文を開きもせず、庭に捨ててしまう。この逸話のように、古くは文筆の際ある者に代筆をしてもらう例もあった。他にも当人が文網である場合、 意思を伝えるために代筆を依頼する例はある。物事を調べるために、偽の恋文を利用する場合も見られ、例として、密定を帯びた忍者が、建物の見回り番に怪しまれた、最後言い訳として、邸宅の娘に恋文を送ろうとして、周囲をうろついていたと理由を述べるためにあらかじめ、恋文を書いて、懐に入れていた。いわば、恋文を渡そうとする行為は、 建物の周囲をうろついていても疑われない心理状態であり、情報活動のために偽りの恋文を利用した例である。ありがとうございます。